性別はボディランゲージわっつらなアイデンティティに依存するなと思うんですよね、まあ、ボディランゲージって聞いたらなんかうん表面的に私は髭生えてますとか声が低くなりましたとか髪型も男性みたいにこうスポーツ狩りにしていますとかこうそういうなんていうの他人に見える部分 のこのとと勘違いいいしててる人がいて例えば歩き方がなんか男らしいぜみたいにこうちょっとガニ股で「ノスノスノス」って歩いたりとか,なんかちょっと目つきをこわもて、まあ、表情をこわもてにしてあの強いだろうみたいなそんな雰囲気を出す人とかまあいたりするんですけどあトランスジェンダーの人たちの話なんですけどね、まあ、FTM、まあ、フィーメールトメールの人たちの話をまあ今してるんですけど。 あのそういう表面面的ななな上っものでではないと思うんですよ性別って、まあ、性別って何によって決められてるかなって、まあ、普通の人が一般的にパッと思いつくのは例えば見た目その身体的特徴、まあ、背が高い低いとか筋肉質だとかあの外器があるないとかそういうところとか、まあ、あとはもう少し内分泌的な話をすると。 染色体とかホルモンとか遺伝子とかそういう話も出てくるでしょうし、まあ、あと自分が言ってるのは電気ですよねその人のこう体を走っている電気が男性型か女性型かっていう、まあ、そのあたりがこう性別を決めてるのかなっていうふうに、まあ、思,思われがちだと思います、まあ、あとは戸籍とか、まあ、そういうふな制度的にあの決められているもの、まあ、それであの仕草とか あの言葉遣いとかでまあ男らしいとか女らしいとかっていうそういうふうなものもあるかと思うんですけども自分が思うのは性別はもっともっと深いところにあると思うんですよ深いところからそこにオリジンというか根源があってそこから滲み出ているものだと思うんですよねあの聖書の言葉にこんなこんな感じの,あの一節があるんですけど天の国には ギリシア人人ももユダヤ人の区別もない男も女もないその一節に出会った時にハッとしたんですよねあ魂レベルでは男女関係ないんだもっともっと大事な何かがあるぞと男女にこだわるのはなんか私は日本人あなたはアメリカ人あなたはアフリカ人って言ってこだわっているのと同じぐらい なんかど,どうでもいいようなことというかただの区別でしかないっていうかもっともっと人間の本質っていうのは深い部分一人一人にデザインされた人生というか、まあ、使命というかメッセージというかそんなところに発していると思うんですよ。 まあ、かくう自分もあの今でこそ家族が与えられて、まあ、夫となり父となりということでそのセルフイメージが、ね、自分の中でこう夫としてそして父としてのセルフイメージっていうのが確立してきたっていうのもあってその今まではいや自分は男だとかあの自分は女じゃないっていうことをすごくこう言葉で訴えようとしてきたところがあったと思うんですけど。 もう自分にはリアルで家族がいる自分は夫だ自分は父だっていうそういうもう感覚が揺らぎないものができてくるといちいちもう私のことは女扱いしないでくださいねとかって言わなくても良くなってくるんですよまあ世の中の他の誰もが理解してくれてなかったとしても少なくとも家庭の中にはもうなんていうすか自分が 安心してて自分でいいられるる場所があるっもともとそもそも一人だった頃も家の中では自分一人の時にはその自分の性別はどうだとかっていうことを誰に主張する必要もなかったっていうかもう自分は自分一対一の時一対一っていうか自分自身と向き合ってる時には性別がどうかとか関係ないんですよ自分は自分ただ対社会になって外に出て行った時にうーん どうやって扱ってほしいかなとかなんかこういう言葉をかけられたら嫌かなみたいな、まあ、そういう自分の気持ち感情に動きが出てくるのでそれをまあ対処するっていう形でその性別に対してちょっとセンシティブになるっていうかあの、まあ、時には攻撃的になったり時には守りに入ったりっていう、まあ、そういうことが起こるわけです。今自分はあの まあさっき夫となり父となりって言いましたけど実は結婚できてないっていうか、まあ、日本の制度では戸籍が、まあ、女子なわけで、まあ、自分の性同一性障害と診断されてそれで、まあ、あの名前も変更させてもらってだけども戸籍を変更するにはあの手術がいるっていうその、まあ、自分の場合だまあいろいろ条件があるんですよ。性,同性障害の人たちがあの 一定の条件をを満たすと性別を変えられるっていう特例法っていうのがあるんですけどそれによるとその一定の条件っていうのが必要で、まあ、例えば子供がいない20歳以下の子供がいないとか結婚してないとか、まあ、あるんですけど自分の中でちょっと引っかかってる要件が生殖腺機能を永遠に欠くこと永久に欠くことっていう。 条件に当てはまらないんですよ。つまりどういうことかっていうと、自分の場合は、えー、っと、子宮があり、卵巣があり、産もうと思えば子供を産める体だっていうことが、まあ、引っかかっているわけなんですけど、ここに一つ自分は疑問を感じてるんですよ。まあ、世の中に混乱が生じるっていう、まあ、向こう側の、あの、気持ちももちろんわかります。だから、 その世の中で十分対話がされてみ,、まあ、みんながっていうかある程度の人たちに理解が生まれてからこういう問題がクリアになっていくんだろうなっていうことは理解しているので今すぐに何とかしたいっていうことを思っているわけではないんですけどそもそもなんですけどセクシャリティっていうのはそその一人一人のセクシャリティっていうのは手術をしたから変わりますよっていうものではないんですよ。 制度的にはそうかもしれないけど、じゃあ個人の当事者の本当の気持ちの問題として、手術をしたからあなたは男です。男にしてあげますとか、じゃないんですよ。もう、その前に自分のアイデンティティ、セクシャルアイデンティティって、もう決まってる。で、それを、うん、治療の一環として、体を、 その望む性別に合わせていくっていうことはありだと思うんですよ治療の一環としてそういうのが必要な人はただそういう風うな治療が必要でない人やそういう風うな治療をリスクを起こして健康リスクや経済的な負担を負ってまで進めないという人もいるんですよ制度に合わせるために 自分の体をき切り刻むっていうのはなんか本末転倒だなと思って自分っていうのがあってもしそれに制度が合わなかったらもう仕方ないって思ってるんですよまあ例えばですけど今日本の法律だと日本の特例法だと、まあ、手術をしないとあなたの性別変えられませんよってなってますけどじゃあ世界はどうなのかって見ると 例えば WHO。あの、WHO も声明文出してるんですよ。手術を強要するのはちょっと人権侵害に当たるんじゃないかっていうような内容。で、最近の GID 学会、日本の GID 学会でさえも理事会で、手術の強要はやっぱり、あの、おかしいよねっていうことで、声明文出そうかっていう,う話にまでなったと。でその、それが新聞の記事にもなってるっていう、まあそういうことですよね。 で実際にこうアルゼンチンなんかでは、まあ、性別がもう自由になっていてその手術してるとかしてないとかお医者さんの証明がいるとかいらないとかじゃなく本人の自己,宣告自己申告でもうその人の生きたい性別で生きることができるんですよだから誰とでも自由に結婚ができるで実際にそうの人たちがもう日本に出入りしてるんですよだから日本 政府とか、まあ、日本の制度がいやいやもう手術してないともう社会が混乱するからそれでないと性別変えられませんって言って一生懸命頑張ってても鎖国をしてない限り日本には外国からもう性別が自由な人たちがアルゼンチンだけじゃないですよヨーロッパとかあのメキシコだとかいろんな国の人たちが入ってきてるんですよだから 日本人だけはなんかそうだけどよそにそんな外国人がまさかいるとは思わないっていうそんなこと聞いたこともない知らないじゃんもう通用しないっていうかなのでなんか目を覚ましてほしいなって思ってるんですけどその、まあ、鎖国状態にしてまあこう、まあ、経済制裁じゃないですけど抑え,抑え込んで 性別を変えさせないこ,うこういう条件じゃないと性別を変えさせないとかじゃなくってもっと個性を解放するような、うん、一人一人の生き様を受け入れることその人の個性を受け入れて解放させてあげることがなんか才能だったりポテンシャルだったりこう創発っていうんですけどお互いの,あの刺激によって新しいものを生み出したりする。 その力に発展していくわけですよ結果それは日本の混乱じゃなくって逆ですね日本の発展個性を生かし合って柔軟な社会になっていっていろんな組み合わせポテンシャル未来っていうのを見れる社会に絶対なります。とまあ自分はそういうふうに思ってその手術要件なしに性別変更をさせてほしいということで。 あの訴えをしてるんですけど、まあ、今広島高裁岡山支部に広告中っていうことなんですけどあの、まあ、広告した理由っていうのは要するに家庭裁判所でノーっていう答えが出たわけですよ、まあ、今年の2月に2月7 6日かなにあの却下性別変更は却下ですっていう、まあ、結果が出たんですけどその 結論はおかしかったんじゃないんかっていうそういう専門家の声がもう今冊子になってるんですよ。早いですね日本の社会ってね。あの、まあ、どこかに PD F PDF っていうかそのサイトの,あの URL を載せておきますけどまた見てほしいなと思うんですがもう弁護士法律家の人たちがあの制度に制度をにこう当事者を合わせさせるんじゃなくって 制度が変わっていかないといけない時代に入ってるっていうことをもう声高に言ってるんですよ。もうまさに自分が言いたかったことを代弁してくれてるって感じであの本当自分って口下手だなって思うんですけど自分の言いたいことがもう本当こんなに上手に専門家が言うとこういうふうに上手に伝わるんかっていうぐらいもう理路整然とあの言葉にされてます。で改めてなんか自分もいろいろたくさんの人から批判を受けてあの へこむっていうかやっぱり理解されないなと思ってあどうやったら伝わるんだろう自分の言ってることはおかしいんだろうかって思うことももちろんありますお前はただの,あの、まあ、例えばこう手術をしないっていうことでお前は性同一性,性障害じゃないそもそも、まあ、別にそ,そんなあの症状あの病名なんかはどうでもいい診断名なんかはどうでもいいんですけどただのビビリのクソ野郎みたいなわがままなあのお前は一生 そんなやつ男だね女だみたいなことを、まあ、言われたりとかして、まあ、いろんなところ誹謗中傷あるたびに、うん、自分の言ってることおかしいのかなって思う,こう冷静にこう客観的に見てる自分もあるんですけどやっぱりこう心の中で揺らがない信念っていうか体が身体的特徴が性別を決めてるんじゃない。もっともっっととコアの 人格っていうものがにじみ出るような形で性別っていうかまあ人格を決めているんだと思うわけですね。だからノーホルノーホルノーペ,ノノペトランスジェンダー、まあ、FTM ということをまあ、言ってるわけなんですけど、本当究極的には一番最初に言ったようにもう天の国には国籍も 性別もないんですよもう本当のコアの部分もっともっと土台のもう体が消えた時に残る魂の部分そういう魂レベルでの自分のあなたの存在価値とか使命とかそこにもっと目をやろうよって思うんですよだから性別は ボディーランゲージだなその上っ面な言葉であ「私は女じゃありませんから男ですからそう扱ってください」とかあのあ「俺はヒゲ生えてるから男だぜ」とか「なんか声低くなっただろう」みたいな,なんかそういうふうな上っ面なところにこだわってるとすごくうそくさいっていうかなんか取り繕ってる感じがすごくするんですよ嫌なんですよなんかそんな FTM とかトランスジェンダーとかが増えられて あな,なんか軽い、ね、なんか違うなんか違和感感じるんだよなっていうのが増えてほしくないんですよもう体がどうであろうが髪型がどうであろうが、うん、胸がボインだろうがあのすごい顔つきがキュートであろうがいいじゃないですかもっと魂がどうなのかでまあ自分自身はこうもっとある元宣教師としてアルゼンチンに住んでて あな一人一人に対してこう「あなたは高価で尊い存在なんですよあなたは愛されてるんですよ」っていうことをずっと伝えてきたわけですよ無給で,でそこに自分は使命感を持ってやってたんですよで今、まあ、自分結局宣、まあ、教師っていう立場は、まあ、やめて帰ってきたわけなんですけど今 まあそのやめた理由っていうのはやっぱり理由に一つはトランスジェンダーとしての自分をどう生きるかっていう中で葛藤があってうもうこうごまかして生きるのやめようと自分はどう生きたいのか自分はどう生きたいのかっていうのを突き詰めてもう教会の人が何を言おうが周りの人が何を言おうがこう生きようって決めてあの帰ってきたわけなんですけど今自分の体がこういうまあ体とマインドが こういう、まあ、アンバランスというかこういう組み合わせちぐはぐな組み合わせで生まれたことには何か意味があるんだろうなって思ってるし魂が体じゃない身体的特徴でもないし制度が決めつけてくるまあ戸籍が決めつけてくる性別があなたの性別でもないし社会があなたをどう見るかっていうことでもないしもっとこう魂からふつふつと湧いてくるようなこう生きろと。 その体とかに、うん、見た目をごまかされて生きるんじゃなくてもっと本質的な部分からどう生きたいのかっていうのを生ききれっていう,こう魂の叫びというかこれがもう自分の人生なんだなっていうことを受け入れることにしたんですよまあ今から34年前になりますけど、まあ、カミングアウトもしましたでこんな生き方があってもいいんだノーホルー まあノーホルっていうのはホルモンも打たないノオペっていうのはオペもしない手術をして胸を取ったりとかあの内的って言って子宮とか卵巣とか取ったりとかして生殖機能をなくすとかそういうふうなこう表面的な作ろろってごまかしたような生き方をしなくても体は女性型戸籍も、まあ、今のところ女性だけども 父をやってて夫をやってて生きたいように生きてる自由に生きてるそれで誰にも差別をされなかったりまあそれで生きてるにもかかわらず社会的にはちゃんとこうその人が、まあ、自分が生きたいアイデンティティで生かさせてもらってるっていうそういうモデルになりたいんですよそうしたらこれから先の人がなんかホルモンとかオペとかしてお金かけたり健康のリスクを高めたりとかしその、まあ、望んでやってる人はいいですけどのまあ 性別を変えたいからするとか結婚したいから仕方なく内的したとかっていう話を本当にたくさん聞くんでそういうふうなことしなくても生きれるよと好きなように生きていいんだよとむしろ自分たちはそういうふうな生き方をしないと社会や周りが分かってくれないよっていうことを伝えていきたいなって思うんですよね、まあ、ちなみに6月11日講演会しますから LGBT あなたの存在が宝っていうことで 岡山市が主催しているイベントで LGBT あなたの存在が宝ってタイトルにさせてくれたっていうのは本当にす,すごいなと思ってなんかそういう時代が来たんだな声を上げ続ければそういう社会って作っていけれるんだなっていうことを実感として感じてますのでうん上っ面なアイデンティティに依存せずにこう 本当にコアな、コアなコアな魂レベルでのあなたの人格、あなたの使命っていうものをづいてもらえるように、まずは自分が、まあ、一歩先を行くモデルというか、そういうふうに生きても恥じる必要全然ないし、むしろみんなからちゃんと敬意を持って接してもらえるよっていうことを示していきたいなっていうふうに思っています。